生活の維持に必要な場合を除きまして、外出を自粛いただきたいと。ついに北海道にも発表された緊急事態宣言。このバーも臨時休業しています。さらにこの寿司チェーンも臨時休業です。私たちの暮らしはどう変わるのか。そして今道民一人一人が心がけることとは。今日時スペシャル緊急生放送です。こんにちは。この時間は今日時スペシャル、新型コロナ緊急事態宣言で道内はをお伝えしていきます。スタジオには普段からお世話になっておりますが、札幌医科大学教授当世則次さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、番組ではですね、皆さんからの疑問に答えるほか、私たちがどのように行動していけばいいのか、分かりやすく一緒に答えていきたいなと思っております。で、まずですけれども、道内での新型コロナウイルス最新の発生状況から確認していきます。1月28日から昨日までですね、数字を発表日ごとにまとめていきました。第1波と言われる山があり、そして今度は第2波ですね。これを大きく超える状況ですけれども、改めて昨日も、過去最多38人の感染者の発表になりましたけれども、ここまでの経緯振り返って東瀬先生はどう感じますか。非常にこの、4月以降ですね、第2波が明らかになってからですね、感染者 の, その報告の量、数といいますか、スピードといいますかね、非常に速いのが非常に懸念されるところですね。前回の時も大変だとは思ってましたけど、こうやって見比べていただくとですね、全然そのスピードに全然差があるということが分かりますので、いかに今感染が道内拡大しているかということをですね、明らかに示していると思うんですね。これはどうでしょうか。医療関係者から見ても第2波のこの上がり具合っていうのは、ある程度この人の移動の4月であるとは予想されてましたけど、この上がり具合どうですか。いや、これはちょっとね、予想などできなかったんですけども、もう本当に早い、ちょっとびっくりしているという状態ですね。で、こういうふうに急激に増えるってことは、患者さんが急激に多くなるってことなので、医療としてはですね、収容のキャパシティを超えてしまう可能性があって、非常にピンチな状態にですね。で、もう一つグラフ見ていただきたいんですけれども、今度は発症日ごとの感染者数ですので、先ほどの感染者の皆さんに日々こう聞き取りするわけですね。その時にいつから風邪の症状が出てきましたとか、熱が出てきましたとか、咳が出てきましたと聞くわけですね。その最初に発症日いつだったかをまとめていくと、この青い感染経路不明者というのがこういう棒グラフになっていくと。で、一方でその濃厚接触者は赤い人になっていきます。で、これ縦が人になります。で、横が月日になりますけれども、ここから見えてくるものは何でしょうか。基本的にですね、感染経路不明の方が先に出て、それを追うようにこう濃厚接触者の方の発症が来るという現象は、第1波の時も第2波の時も同じなんですが、第2波のところではですね、濃厚接触者の感染の数が非常に多いことが、これこう振り分けるとよくわかるんですけども、これは非常に大きなクラスターができているということの証明でもありますね。で、そのクラスターとなっている場所というのが、院内感染ということになりますので、ちょっと次の図を見ていただきたいんですけれども、こちらはですね、医療機関での集団感染まとめたものになるわけですが、一度感染者が出ると本当にここまで広がってしまうのかなと思います。簡単に札幌呼吸器科病院、今現在38人まで広がっていて、そこから転移した先でもこうやって小さなクラスターになりつつあるという、一度ここで始まるとその先ってことも考えられるんですね。そうです、そうです。だからこれ全体で、全体でクラスターって考えることになるんですけど、一つのクラスターと考えることなんですけどね。そして他の病院でも北海道がんセンターで30人、もちろん必ず医療関係者もこう感染していくわけですね。で、札幌厚生病院で5人、千歳第一病院6人、エンガルの厚生病院では今3人、で、こちらの介護施設でも3人の看護師ということになります。先ほどその医療崩壊という話もありましたけども、こうやってじわじわ起きていくということになってくるんですかね。じわじわというよりは急激に起こってますね。で、特に
北海道がんセンターに関しては、はい、うん、大きな病院ですし、うん、なんていうか、がんの治療をされている方が多いので、はい、がん治療っていうのは免疫力がどうしても落ちてしまう、治療自体のせいで落ちてしまうので、うん、ここが非常に大きなクラスターになると大変なことになるなと思って、うん、今非常に心配しています。はい、ただでさえ病院にはリスク抱えている方が多いんだけれども、がんという特有の病気でさらにリスクが高くなってくる、はい、ということなんですね。はい、さて、ではちょっと現在外の様子見てみようと思うんですが、まあ、緊急事態宣言です。多くの方が自粛されているということで、これちょうどですね、札幌中心部、北側から南方向にこれ向いているんですね。駅前通りの札幌の様子ですけれども、まず人、このカメラの範囲では人が1人2人3、4人、あ、今ちょうど青になったんですね。だからこう見ても10人ぐらいしかいないというような状況でしょうかね。ちょっと札幌の中心部とは思えない状況ですが、ではここで中継です。地下歩行空間にいます堀内さん。はい、こちら札幌駅と大通りを結ぶ地下歩行空間です。地上と同じようにですね、こちらもほとんど人が歩いていない状況ですね。日曜日の午後とはとても思えないほどの人通り、ほとんど人が歩いていない、そんな状況になっています。まあ、普段の日曜日の午後を知っている方ですと、本当にガラガラだなっていうような、ね、様子だと思うんですけれども、本当に静かで、まあ、やはり皆さんできる限り外出を控えているんだというのが分かる、そんな状況になっています。で、私が今いるのがですね、札幌駅寄りの日本生命札幌ビル、その前にいるんですけれども、こちらのビルにはたくさんの飲食店などが入っているんですが、店舗によって営業しているところとしていないところがあります。で、地下のハンバーガーショップはですね、営業を続けています。で、ちょっと注目いただきたいのがレジなんですけれども、昨日からですね、店員と客の間にですね、ビニールシートを設けているんですね。接触をなるべく減らそうということで、こういった対策をしながら営業を取っているということなんです。で、こちら店の外にはですね、テラス席というものも設けられていまして、で、こちらで飲食をされている方もいるんですけれども、まあ、普段の時よりもですね、席数やテーブルの数を減らしてですね、間隔を取りながら営業しているという状況です。そして再び地下歩行空間ですけれども、まあ、本当に人がほとんど歩いていないんですが、まあ、先ほど私数十分前からこちらにいるんですけれども、まあ、見ていますと、マスクをしている人がですね、かなり多いんですね。だいたい10人に、まあ、7、8人くらいはマスクをして歩いている、そんな印象です。そしてこちら地下歩行空間、南にずっと行きますとですね、さらに大通りの方になるんですけれども、この先にもですね、地下街、お店がありまして、そちらの様子を午前中覗いてきました。こちらご覧ください。で、これがですね、地下街ポールタウンの午前中の様子なんですけれども、こちらもですね、お店のシャッターは、閉じられていまして、まあ、今の地下歩行空間と同じようにですね、ほとんど人通りのない状況、休日とは思えないようなね、普段の休日とは思えないような状況です。で、改めてなんですが、札幌地下街ポールタウンとオーロラタウンは来月の6日まで臨時休業を続けるという予定になっています。で、再び中継映像に戻りますけれども、はい、で、こちらがですね、もう一つ商業施設、商業ビルがありまして、赤レンガテラスというビルがあるんですけれども、こちらはですね、エスカレーターが今動いてはいるんですけれども、手前にあるお店などは明かりがついていなくてですね、休業しているような状態なんですね。で、こちらにちょっと張り紙がありまして、こちらをご覧いただきたいんですけれども、緊急事態宣言の発令を受けて、昨日土曜日から、当面の間臨時休館ということになっているようです。現在の街中の様子、中継でお伝えしました。はい、まあ、190万都市のこの札幌の街と思えないような、今それだけ皆さん自粛してるという、自粛してる、その証拠かなくださってるということですね。はい、はい、思います。で、後ほど札幌駅前からもですね、中継でその状況を伝えてもらいます。続いては金曜日に行われた鈴木知事の会見をご覧ください。感染拡大の防止に向けた
取り組みを進めていく必要があるといたしまして、特定警戒都道府県に位置づけられたところでございます。鈴木知事はおとといの会見で全道を対象に緊急事態措置を発表。来月6日まで感染防止の徹底、外出自粛、イベント開催の自粛の要請、また人と人との物理的距離を保つソーシャルディスタンシングの実施を決めました。感染防止の徹底でございますけれども、道民の皆様にはこれまでも繰り返しお願いをしてきているところでございますけれども、手洗いの励行、咳エチケットの徹底、こちらを引き続き強くお願いをいたします。生活の維持に必要な場合を除きまして、外出を自粛いただきたいと思います。生活の維持に必要な場合というのはどういう場合ですかということでございますけれども、1、医療機関への通院、屋外での運動、散歩など、健康の維持、増進を目的としている場合、2つ目として、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、3つ目として、職場への出勤などでございます。また札幌市と他地域との不要不急の往来についても避けていただきますようお願いいたします。時差出勤や3つの密、密閉、密集、密接の回避を徹底していただきますとともに、テレワークの積極的な活用をお願いいたします。また現にクラスターが多発発生しております。繁華街の接待を伴う飲食店等への外出自粛については、引き続き強くお願いをいたします。もうすぐゴールデンウィークを迎えますが、不要不急の帰省や旅行など、他都府県への行き来の自粛を特に強くお願いをいたします。感染者は札幌圏で増えていますが、休業要請を全道で一律で行うかどうか問われると、感染状況もですね、他の県に比べて非常にまず面積が広いのと、振興局もそうですが、その単位でもですね、患者発生の濃淡が正直あります。ですからそういったすべての地域に対して非常に強力な措置としての休業要請を出すのかどうかということも、ちょっと他の県とは異なる部分も出てくる。道内では区域を区切ったそういった措置もあり得るということで、あらゆるそういったケースを想定してますけども、基本的にはその非常に強力な休業要請というのはものになりますから、そういった影響というのはですね、効果を上げなければいけませんが、ある意味では必要最小限でなければならない部分もあるかと思いますので、その点も踏まえて速やかに検討をしたいと思っています。はい、では鈴木知事の会見の内容をまとめていきますけれども、改めて、来月6日まで適用される緊急事態措置4項目になります。感染防止の徹底では、咳エチケットや手洗いのお願いで、生活の維持に必要な場合を除いて外出自粛の要請、イベント開催の自粛は3つの密が重なる集会やイベントの自粛、北海道ソーシャルディスタンシングの促進では人と人と その距離を保つ取り組みを道民事業者に求めました。でこの4項目の中でも特に時間を割いて説明したのがこの外出自粛ということになるんですけれども、医療機関への通院、散歩、食料などの買い出し、出勤は対象外としています。でその出勤についてですが、時差出勤や、3密を避ける、あとテレワークという具体的な事例ですね、積極的に呼びかけています。またクラスターが多発しています、この繁華街の接待を伴う、飲食店などへの、外出
強く自粛求めました。で特に強いお願いとして今月下旬から始まるゴールデンウィークでは不要不急の帰省旅行を控えて他の都府県への往来の自粛を要請しました。で休業要請については、記者からの多くの質問があったわけですけれども先行する東京都です。はい、東京都は具体的に示しているんですよね、はい、こういった、ナイトクラブ、ダンスホール、カラオケボックスなどのほか、体育館、パチンコ店を含む運動、遊戯施設、映画館などの劇場に休業の要請が出ています。またですね、これらとは別に適切な対応の協力を依頼する施設として、床面積が100平方メートル以下の、学習塾、小さい塾とか博物館、ホテルやスーパーなどの商業施設があるわけです。で知事はですね、基本的にお願いすることになる速やかに検討するとして、休業の要請は行う方針なんですが、具体的な施設や地域、また休業を行う施設への協力金についても合わせて検討するということですけれども、東瀬先生から見てこういった内容は何か気になる点とかポイントありますか？休業要請がちょっと遅れているのが、ちょっと気になってはいるんですけど、いろいろ難しい面があるのはもう十分分かってますが、もう少し速やかに決めた方が、その仕事をしている方々にとっても逆にいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。過去の事例見てもこの速やかっていうのが大事だなと思うのは、1日2日リーダーの判断が遅れると、そこから感染というのはやっぱり広がっていくと。そうです、今までの感染の報告を見ていただければ分かりますように日に日に状況はどんどん変わっていきますので、もう正直 2,3 日違ってたら患者さんの数はもう 何十から何百って数変わっちゃうわけですよね。なのでそれはもう1日でも早くやることはやるということにしないといけないものだと思いますね。早い決断ということになりますね、で続いてですけれども最新の生活情報を草加さんからお願いします。昨日から札幌の中心部の商業施設では休業が相次いでいます。札幌三越丸井米札幌本店は当面全館休業しています。札幌東急大丸札幌店は当面土日は全館休業、平日は地下食品売り場のみを営業しています。アピア、エスタ、パセオ、札幌ステラプレイスの JR タワーは来月6日まで一部店舗を除き休業しています。三井アウトレット札幌北広島も当面休業、専門店が多数並ぶ道内の6店舗のイオンモールは当面休業しますが、食料品や日用品を扱う直営店は営業、イオンやマックスバリューなど食品を扱うスーパー全167店は営業しています。続いて運転免許証の更新に関する情報です。運転免許証の更新は今日から当面休止することになりました。講習などで人が集まるのを避けるためです。これに伴い有効期限が7月31日までの方が各警察署や運転免許試験場などの窓口で手続きをすれば3ヶ月間有効期限を延長することができます。試験場への郵送でも受け付けていて、詳しくは北海道警察のホームページに掲載しています。そして HBC の開花予想では明日にも道内に桜前線が上陸しますが、札幌の丸山公園と平岡公園では25日から来月6日まで一部立ち入り制限が行われることが決まっています。丸山公園はいわゆる毎年お花見客で混み合うエリアが立ち入り禁止になります。道路の行き来はできますが、いつもレジャーシートを敷くような場所には入れません。それに加えて宴会自粛要請やバーベキューも禁止です。平岡公園も梅林エリアが立ち入り禁止で、エリアに近い駐車場も閉鎖されます。毎年恒例の梅祭りは中止、名物梅ソフトなどの販売も中止となっています。以上、生活情報をお伝えしました。
はい、では再び外の様子見てみましょう。こちらは大通公園の様子ですね。まあ、今日は札幌15度超えてきて本当5月並みの気温になっているんですけども、本当にここから確認できる範囲でもそうですね、本当ちらほらといったところでしょうか。現在の札幌大通公園の様子です。この後はですね、東瀬先生に皆さんの疑問答えてもらいます。強度期スペシャルをお伝えしています。普段の平日の強度期内でも HBC の特設サイトを通して皆さんからですね、疑問質問情報などをお寄せいただいております。で、時間ある限りですね、東瀬先生には寄せられた疑問に答えていただこうと思います。はい、今日も進めていきますが、はい、まずはこちらの質問です。はい、熱や体の違和感が出たときに市販薬、風邪薬、頭痛薬飲んでもいいんでしょうか。これはですね、ある程度熱が高くなってしまったら、薬を使って熱を下げるっていうのはやるべきだと思います。非常に辛くなりますし、はい、体力も落ちてしまいますから、ただ使う前にですね、はい、何度ぐらいあったのかっていうのをメモしておいていただけると後々参考になるので、それだけやっていただければ、もうその後すぐ薬使って熱を下げるというのは悪いことではないと思うんですね。我慢できないぐらいの状態になった時に、じゃあお薬飲む。でもその飲む前は、じゃあ例えば何度だったのか、で飲んだ後に何度まで下がったのか、下がった値はですね、あまり参考にならないので、それはいいですけど、また再び上がってきますから、薬は必ず切れると病気が治っていない以上必ず熱また上がってきますので、そのまた上がってきた時にまた薬使う時に何度だったかっていうのを先に測るのがいいと思います。なるほど、はい、じゃあ節目節目で、もちろん普通の時もそうだと思うんですけど、今検温皆さんされていると思いますけども、熱出た時も薬飲んだ前と、後とかでこう節目節目で検温していくのは大事だって、大事、それは非常に参考になります。例えばその後ですけど、本当に辛くて結局最後相談センター行って PCR 検査って流れになった時に、過去にこういうことありましたっていうのを、それを先生に例えば伝えるといいところ、そうです、それが一番重要で、それで判断して、例えば新型コロナの病気なのか、それとも違うものなのかっていうのを判断する一番重要な材料になりますので。なるほどね、はい、後々の診療の重要な資料になるということですね。はい、ということです。じゃあ我慢することはないよということですね。我慢する必要はあります。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、これ50代男性30代女性両方の方から来たんですが、外に洗濯物干したらウイルス付着するんでしょうかと。これは全く付着しません。しない、なぜならば、空気中でにこの新型コロナウイルスは存在しないんです。空気感染しないんですね。空気感染しないんです、はい、なので、外で普通にこういう状態の時にこの辺にウイルスがうようよいるなんてことは 100% ないですので、全く心配する必要はあります。この時期だと多分花粉とかついてくる可能性、そっちはつきますけれども、ウイルスに関しては全く心配ない、問題ないということですね。はいはい、じゃあ続いていきましょう。はい、60代女性の方から、そして20代の方からも、紙幣、硬貨、そして人の携帯電話を触る、はい、感染しないか気になります。いわゆる接触ってことでしょうね。はい、これはどうでしょう。まずお金、紙幣と硬貨は、はい、ある程度接触感染する可能性があります。ほう、他のものに比べれば長生きはしないとは思いますが、絶対ではないので気をつけられた方がいいと思います。もう不特定多数の方が触るものというのは、基本的には可能性はあるよということですよね。だから お金を扱った後に、手を洗うということをされていればそれ以上は心配ないと思います。この場合でいうと、例えばお店に行って紙幣硬貨渡しますよね。はい、でその後、物を詰めたりした後に、その時に例えばウェットティッシュとか持ってるならそういうので、それだけでも随分違うと思います。違うと思う。でその後例えば車運転するとかってことにつながってくると思うので、できれば早めに触った後は手を消毒や洗うってことです。そうですね。はい、で人の携帯電話触るっていうのはこれどうでしょう。携帯これ一番危険だと思います。携帯の電話のこの表面ですね、タッチパネルのところが一番そういう意味ではプラスチックとかで、ガラスとかでできてますので、ウイルスが一番生存しやすい場所なんです。ツルツルしたところですね。はい、なのでここは一番危険だと思います。もう現状他人のものを基本的には使わないと、触らないということを徹底した方がいいということですね。そうですね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、50代の方から、使用したマスクにアルコール消毒をした場合、これウイルス死滅しますかと。
死滅します、ただ、まあ、マスク自体はちょっと傷んでしまうかもしれないですけども、あの死滅させることは確実にできます。これどうですか、まあ、あるなら、まあ、そもそも消毒液持っているのであれば、こういう使い方っていうのはもちろんいいとして、この方法よりも例えば違う方法で洗濯すればいい、洗濯ですよね、洗って、もちろん洗いすぎると目がだんだん荒くなってくるということですけども、よくね、洗い方丁寧にって言いますけど、まあそんなにぐちゃぐちゃにしなければいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、消毒液が逆にちょっともったいないので、もう洗っちゃった方がいいと思いますね。洗濯機に入れるよりは、以前も教えてくれましたが、優しく手洗いとか、それが一番本当は安全なんですけど、つけ置き洗いとか、それの方がいいということですね。はい、で皆さんから寄せられたこういった疑問質問、番組後半にも東瀬さんに答えてもらいたいと思います。人との接触8割減らせば新たな感染者は大幅に減少する、そう話すのは国のクラスター対策班のメンバーで北海道大学の西浦博史教授です。今回 HBC の取材に応じ、私たちができる具体例を語りました。今始まりっていうのを達成していくっていうのは相当大事です。それが達成できたとして、それでどれくらいで止まるのかっていうのが、まず近未来の勝負になるんだと思いますけども、8割減をどうすれば実現できるのか。まずは極端に10人会う人がいたら2人に減らすと。普段10人と会って、その人たちとは近い場所でお話ししないといけないというような話になった場合には、それが2人になると8割減と。西浦教授は二子と三子と言葉を交わすと接触1回、私たちが日常生活でこうした接触を今までの8割減らせば感染のリスクを下げられるというのです。一人当たり 2,3 センテンスの交換をすると、おはよう、元気、どうかいだけだったら接触じゃないんです。いや元気だよ、君はどうだいって言って向こうから帰ってきて、ああ僕も元気だよで返した、さあ 2,3 センテンス交換しましたねということになるとカウントするようなもの。 2,3 センテンスなんですけども、ちょっと距離感の方をバッと聞いてください。感染の予防を徹底したいという感覚から言ったら2メートルって表現していただくのがいいんだと思います。また向かい合って食事や飲酒をすることのリスクにも危機感を持ってほしいと訴えます。東京都だけでいうと、居酒屋さんで感染した、暴露した可能性のある方っていうのが、私たちだけで把握しているだけでも10名以上いらっしゃるんですけど、そういった場で向かい合って、お食事をすることのリスクっていうのを皆さんでもそろそろ認識していただきたいんです。海外で報告されていますけど、向かい合って食事をして30分以上共有しただけで感染が成立している事例があるんですけど、そういうハイリスクの場をまず避けたい。西浦教授は、今はあらゆる手立てを使って感染防止に取り組むべきだと主張します。今までのところだと、人命を流行が、まだそんなに下火の頃に人命と経済というのを天秤にかけて若干経済に押し負けていた部分があるんです。今ここまで流行が少し規模が一定以上になったところで考えていただくと、相当人命のウェイトが高くなっていることがわかると思うので、なので避けないといけない接触に関してだったり、あるいはここは止めておかないといけない休業の指示であったりというような、できる手っていうのは待たずに打っていただくということが必要だと考えています。ウイルスが蔓延する切羽詰まった状況で重要なのはスピード感だと強調します。西浦教授によると、この接触の定義として、2メートル以内で2000点数以上の会話、もうだこういう会話はもう東瀬さん接触なんですね。これが接触の一番最低限の状況ということです。だからこれ以上は全部接触っていうことだってわけです。だから結局時間なんですけども、二子と三子と交わすぐらいの時間でもうすでに接触と考えるよということなんですね。で2メートル以内であればということですが、それをこれだけ減らしてくださいということで、最初聞いたとき、こんなに減らさなきゃいけないんだと思ったんですけれども、もちろんこれには根拠があるんですよね。これはもう科学的な根拠に基づいてますので、8割やらない減らさないと絶対に
まずいっていう状況なんですよ。だから8割難しいから7割にしとこうって OK ってはならない数字なんです。あの時折最低でも7割みたいなことをおっしゃってる方いますけど、あれはどうなんですか。あれはだからあの8割の意味がボケてしまうのであんまりいい言い方じゃないんですね。厳しい、ねぎったりそういう類の数字じゃないので、うん、だから厳しいようだけどやんなきゃダメなんですね、8割本当は全部なんですよ。本当は10割してほしいんですはい、はい、本当は、うん、でそれ10割は無理だから8割って言ってるに過ぎないので、うん、8割はそういう意味では最低ラインですので、どうしても法律上の問題でロックダウン、都市封鎖というのは日本はできないですよね、強制的には、そうなってくると今街中中継で見た通りほとんどいないので、あれきっと街中とか地下歩行空間あれ8割減達成できてると思うんですけど、今郊外のスーパーや、飲食店や、例えばホームセンターなどでは時間帯によってはちょっと密になっている時がありますが、そういうのもやっぱり交通整理していかなきゃいけないってことですかね。今後 そこがうまくいかないようでしたら、そういう処置をせざるを得なくなってしまいますので、それはぜひ皆さんこの8割の意味をですね、強く考えていただきたいと思いますね。今後各お店から厳しい要請があったときに、ぜひ協力してほしい、ということですね、新型コロナウイルスによって奪われるものは私たちの健康や経済だけではありません。時に人を支え、癒しにもなる音楽。その灯火が消えないうちに、若者たちが配信ライブに乗り出しました。今月11日、札幌で行われたライブ。普段と違って皆さんが目の前にいるわけじゃないから、どんな反応をしているのかをすぐね、顔を見て確かめることができないんですけれども、観客はおらず2台の小型カメラが置かれています。インターネットを使った配信ライブです。主催したのは札幌のライブハウス、サウンドラボモール。毎年3月は高校生の卒業ライブなどがある繁忙期で、先月は毎日イベントの予約が入っていましたが、新型コロナウイルスの影響で8割が中止になったといいます。お客さんが一番そのライブに行きたくても行けないっていうのをすごい悲しんでる声がいろいろ SNS なんかで見まして、出演者もすごい楽しみにしてたライブなのに。今月6日、道内の音楽関係者で作る団体はライブハウスやクラブのアンケート結果を公表しました。このままの減収続けばもう1年も店を持たすことができないと答えた方がもう9割。サカナクションなどを育てた札幌のライブハウスコロニーは、今月末で18年の歴史に幕を閉じると決断をしました。このままでは音楽を楽しむ場が消えてしまう。そこで持ち上がった企画が配信ライブです。ライブハウスの力になりたいっていうので、出演者の方からそういったいろんな声をかけていただいたりとか、およそ40組の出演者が手を挙げ、札幌の3つのライブハウスや東京から同時に配信。観客は公式サイトから好きな会場を選んで聞いて回ることができ、気に入ったら投げ銭をクリックして1000円から3000円を支払います。私の大好きな場所を守ることにもつながりますし、で皆さんがお家の中で楽しんでくれて、ちょっとでも体もそうだけど心の元気も保てていたらいいなっていうふうに思うし、ライブハウス内に大人数が密集しないよう、出演者は自分の出番が終わるとすぐに会場を離れます。交代するときは手に触れる楽器やマイクを交換。君が続く
今だからこそ音楽で救える人がいるはず。これカメラの前で一緒にコールアンドレスポンスしたいんですけど、やろうか。ラン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 、いけるかい。ライブハウスで同じ空気を吸わなくても音楽への思いは共有できる。配信ライブの再生回数は1万回を超えました。ありがとう。また元気でライブハウスで会おうな。再びライブハウスに集える日までウイルスからも経営難からも守ろうと、画面越しに大きな声が上がっています。この後は中継です。 JR 札幌駅前の様子をお伝えします。手を洗おう、手の甲も指の先も、グッチーからのお願いです。手洗いはこまめに、しっかり泓立てて30秒以上、洗い流した後は清潔なタオルで手を拭いてくださいね。手を洗いましょう。では現在の札幌駅前の様子伝えてもらいます。堀内さん。はい、こちら札幌駅前です。今日は本当に青空が広がっていて、近くの気温計でも17度ということで、非常に気持ちのいいお天気で、本来ですとお出かけ日和というお伝えをするんでしょうけれども、まあ、こういった状況の中で、今日この駅前の姿もですね、本当に人通りがありません。いつもですとね、この駅前通りもですね、まあ、買い物袋をたくさん手に持ってご家族で買い物などをして歩いている、そんな姿が、まあ、本当によく見られる場所なんですけれども、そういった姿はもう今日は全くと言っていいほどありません。もうマスクをした人がポツポツと歩いている程度、そんな状況になっています。で、改めてですけれども、この駅前エリアにあります、商業施設なんですけれども、目の前にありますのが大丸札幌店です。こちらは、臨時休業ということになっています。今日からですね。そして隣にあります JR タワー、中には JR 札幌駅もあるんですけれども、先ほど中の改札の様子なども見てきましたけれども、本当に、改札を通る人の姿も本当にまばらでですね、ほとんど人がいないような状況、係の人に聞いてもこんな駅の姿は今まで見たことないと、土日の様子でこんな姿は見たことがないという話もしていました。まあ、さらにこの JR タワーもほとんどのお店が営業していないんですけれども、中には営業している、お菓子店などもありまして、そちらの人もですね、今日は朝から30人ほどしか人が来ていなくてですね、先週の土日と比べてまた格段に、人の姿が減ったというお話もしていました。さらに奥に見えていますエスタも休業しているということで、日曜の午後、少し静かな物寂しい様子の街中お伝えしました。はい、中心部は8割接触減できているかなと思うんですが、その分、ね、郊外で密になってなければいいのかなというふうにも思いますが、中継でした。さて、改めて番組ではですね、HBC では特設サイトを設けまして、新型コロナウイルスに関する疑問・質問などを皆さんから普段からもお寄せいただいております。で、その中からですね、東瀬先生に解説お答えいただいているわけですけども、じゃあ続いての寄せられた質問いきましょう。はい、50代女性の方からですけれども、消毒液が品薄です。はい、代替品、代替品はありますか。コロナウイルスっていうのはですね、はい、石鹸とか洗剤にですね、非常に弱いですね。洗剤っていうのは難しい言葉で言います、界面活性剤とかって言いますけれども、はい、なので、そういった洗剤をですね、器具の消毒とかに使うっていうのはできると思いますね。で、ぜひ使っていただきたいというふうに思います。例えばドアノブとかですね、それからまあテーブルとかですね、そういったところを消毒するのは それで拭き掃除をするということでできるんだと思います。ちょっと具体的に、例えばじゃあ家庭で作れる作り方として、はい、ちょっと一例ご紹介しますけども、まあ、界面活性剤、まあ、洗剤ですね、家庭用のこれはもう台所用洗剤ですね、はい、もう皆さんが毎日使っていると思います。はい、5cc から 10cc ぬるま湯1リットルで、混ぜるってことですね。混ぜるってことです。で、これ
ゆっくり混ぜて泡立てないように、まあ、泡立てなくてもいいですけど、まあ、なんとなく混ざりますので、うんうん、少しスルスルスルとこう回して混ぜてしまえば、うん、あとはもうこう拭き掃除に使えるということですね、うん、これはだから手指を消毒ということじゃなくてみんなが触るようなそうです、ね、こういうテーブルやドアノブとか、そういうところですってことですね。あの手の消毒にはあの効果ほとんどありませんので、それはあまりこれで大丈夫だとは思わないで、うん、ここが不思議なところですよね、手は本当石鹸の方がよっぽどいいということなんですね、非常にいいと思います、ただテーブルとか、まあ、ツルツルしたところとか、まあ、いろんな家庭のよく触るところは、こちらの方が効果があるってことですね、あのウイルスとそのウイルスの周りに飛沫のこのいろいろなあの汚れみたいなのがあるんですけど、それが一緒にいる状態になっているの で、はいはいはい、でそれを全体で拭き取るっていうのが恒例のイメージなんですよ、うんまあ、これであれば、まあ、すぐご家庭でも作れますね、はい、これはなんか別に水と洗剤なんで混ぜても危険ではない、全くないので大丈夫ということですね、はい、ぜひ皆さんなかったら実践してください。では次行きましょう、はい、20代男性の方からマスクの2枚重ねは感染予防に効果的でしょうかという質問です。2枚重ねたからあの効果が倍になるかということで全くありませんので、うん、あの効果 はほとんど同じだと思われますので、はい、2枚重ねるのはもったいないということです、うん、あの最近話題になりました布マスクもそうですけども、はい、とにかく重ねればいいというよりは飛沫飛ばないように状態にするってことですね。あの重要なのは飛沫を飛ばさないっていうことなので、うんうんとまあ、こうやって喋ってる時もそうですけど、はい、そういうのがどんどん出ていくような状態の時にあのマスクを使ってその飛ばさないようにするのが目的なので、そういう意味ではあのもう2枚とか重ねてもあんまり意味はないです。あの手作りでこう二重三重になっている布マスクでちゃんとこう鼻と口しっかり覆っていればそれでもいいんですもんね。飛沫っていう意味で言うともう全く問題ない、はいはい、じゃあ次の質問いきましょうか、はい、20代男性の方、目薬は感染予防に効果的でしょうか。感染予防とはあの目薬は関係がありません。ない、ので目薬さしてれば大丈夫だとかってそういうことでは全くありません、うん、むしろあもしですね目のところのにあのウイルスが来てたとすると目薬使うとあの目薬ごと鼻の方に流れ込んでしまうので、はいはいはい、むしろ、少し危険が高まるかもしれないです。あのよくウイルス目こすったりした時に手についたウイルスが目から入って、はい、で実際鼻の方奥に行くとそこで感染ということなんですか。あと、まあ、一部この結膜で炎症を受けるという報告もあるんですけれども、いずれにしてもあの目薬は何の作用も効果もちょっと期待できないです。もうとにかく、まあ、目をこすんない、あのそれを徹底してくださいとしか言いようないですよね、はいはい、まあ、ただ目があのちょっと乾燥するとかそういう方は普通に使えばいいだけの話ですね。予防に効果的かというご質問なんで、そうではありませんということです。分かりました。ここまで皆さんから寄せられた Q&A でしたけれども、改めてですけども、ちょっとグラフ見ていきましょう。はい、これは昨日までになります、はい、過去道内最多になりました38人という感染者ですが、1月28日から、昨日までの感染者の発生日を日付順にまとめていったもので、まさに今第2波が、しかも当さんもう第2波は巨大な山になりましたね。山になってきましたね、はいはい、まあ、そして続いて出るでしょうか、はい、改めて皆さんがまさに今実践されていると思うんですけども、これが大事なんですね、はい、もうこの、密閉密集密接っていうのがあの3条件重なると非常に感染が大きく拡大するっていうのがすでに分かっていますので、うんうん、この3条件重なるのは絶対避けていただきたいということですね、うん、あのどれも気をつけなきゃいけないと思うんですけども、やはりよく陥りやすい、今皆さん出かけてないので密集はそんなないのかなと思うんですけども、やっぱこういう状況ですか、ね、密閉、この中でどれが一番危険かというと、やっぱり密閉がどうも良くないと、うん、いうことですね。換気の悪いところに人がある程度固まっているっていうのが一番良くないようですね、うんうん、まあ、きっとこれを毎日皆さん大変だと思いますけど、実践すれば8割減ということになっていくと思いますけど、改めて我々今後ですね、はい、どう生活していけばいいか、東瀬さんから一言ありますか。まあ、あの3密を避けるということは重要なことですけど、やっぱり何といってもあの手を洗う、それからあのいわゆる
席チケットに気をつけるということがですね絶対に必要ですので、特に手を洗うことはですね絶対忘れないでいただきたい、はい、ついつい面倒になってもやはりそれは節目節目でしっかりとみんなで手を洗っていきましょう、はい、もう今本当皆さん我慢されていてイライラしたりとか、こう不安だったり、他人にちょっとね、トゲトゲしてしまうと思うんですけども、はいはいはい、みんな同じ気持ちだということで、その尖った部分を少しでも丸くしてね、一緒に乗り越えていければなと思います。今日は札幌医科大学東瀬則嗣さんとともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。